はい、ガレージ友吉です。今日はね、朝からまたね、この、アコリジョンの、このクリアレッドですねをこの SD ガンプラのシャーザクに、上乗りしてました。で、なんかね、あのタミヤの水星のクリアレッドよりアクリジョンのねクリアレッドの方がなんか光るんです。これ、いい色になってます。はい、なんかね、これは3回目ですね、クリアレッドを上塗りしたのはね。けどなんか明るい色に見えます。で、タミヤのクリアレッドを何回か塗ったらこういう感じの色ですね。このまあ頭とかここらとかね、盾とかねの色になる、んです。はい。で、アクリジョンのまあシルバーメタリックの上にアクリジョンのこのクリアレッドですね。まあこちらは全部アクリジョンでしてるんですけど、こちらの方が明るい色になってます。はい。まあちょっとね、なんか質っていうかこのあれが違うんですかね。やっぱタミヤとアクリジョンの色的にね、違いますねこれ。はい。まあ綺麗な色やと思います。はい。で、このね、足ですね、足は、このアクリジョンうん見せてると思うんですけど、この、アクリジョンの黒鉄色っていうんですかね、黒鉄色を足元とで、この胸のとこですね、胸のとことで後ろのファイヤーのとこですね。はい。そこは塗ってます。で、ファイヤーが出るとこはまあシルバーメタリックで置いてます。はい。でまあ腕もね、このまあなんですかね、この手の中とでこのちょっとした部品のとこですねに塗ってます。で、この胴体ですね、ここらはアクリジョンのアクリジョンですね、アクリジョンの
小豆色を塗ってます。はい、まあタミヤで言うたらこの色ですね、このスカートとかの色なんですけど、これも、タミヤで僕が合わせた小豆色ですね。はい、でこっちはそのまま、僕がアクリジョンで買って、そのまま塗った小豆色ですね。はい、まあ、そんな感じで、塗ってます。はい、まああとね、もう外がね寒かったりとか風がすごかったりしてたんで、もういいやと思って筆で塗りました。はい、まあでもね、綺麗な色になってますね。はい、ちょっとね、ここらの黒鉄色のところへんは、ちょっと筆ムラがあると思うんですけど、まあね、またね、次、もっとね、作るときには、綺麗に、筆の、勉強ですね、筆塗りの勉強も、また、一からしていきたいかなって思ってます。はい。頭もね、こんな感じになってます。はい。ちょっとね、ここがね、黒いやつが垂れてますね。ちょっとまた、ここだけ、どうにかします。はい。まあ、これもね、油性のシルバーですね。シルバーメタリックの、上に水性のクリアレッドとか、黒鉄色とか小豆色ですねを塗ってるんで、まあこんな色になると思います。全然ほんまにねタミヤの色と全然違いますからね。こっちの方がタミヤの方が濃いですからね、色が。まあ、この、タミヤの方は、下地が、ちょっと、メタリックグレーで塗ってたんで、こういう色になったんかなっていうのも思ってますけど、アクリジョンの方は、シルバーメタリックで、塗ってから、クリアレッドを塗ったんで、こんな色、まあ、ちょっと明るめの色になったんかなっていうのも思ってます。はい。まあね、これを乾いたら、まあ、この、ね、クリアレッドの方は、クリアレッドの方はもう、昨日の時点で全部3回目塗ってたんで、乾いてるんですけど、この、黒鉄色とかこの小豆色とかはね、ちょっと今日のお昼ぐらいに塗ったんでまだ乾いてないかなっていう感じしますけど、で、この上から、本当の、
この、水性の光沢ですね、クリアアクリジョンですね、を塗っていって、で、全部乾いたら、筋彫りをして、黒の墨入れをしていきたいかなと考えてます。で、あとは、まあ全部乾いたら、組み立ててやっていきたいと思ってます。はい。それでは、今日はこの辺りで終わらせてもらいます。シャーダクの、作ってるよっていう報告でした。それでは、また次の動画で、組み立てが終わってるかなっていう動画を、載せますんで、そちらも見てください。お楽しみください。それでは、ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。